はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、コアとマーラの、5人の海賊の方の続きをね、やっていこうと思います。で、前回2つ目のね、海賊とのレースに勝ちまして、で、新しいね、地図のかけらを手に入れたんですけれども、で、またね、航海士のおばあちゃんにそれを使って、新しいマップを開拓しようと思うんですが、その前にね、こちらの、ケレブっていう人にね、ちょっと話をしたいと思うんですよね。店をまた開いたんだ。マヨが奪われた商品の在りかを示す地図を持っていたはずだ。そいつを持ってきてくれないか？そうすればコアのボートをアップグレードできるぞ。うん、わかったよ。ということで、一つ、マヨちゃんが前回ね、海賊レースっていうのを、最後にちょっとだけ流したんですけれども、そちらで、アンロックできる、島なのかな、ところからね、ところで手に入れる、アイテムを使うと、このボートをなんか改造できるみたいなんですよね。で、これをすると、じゃじゃーん。フックをつけられたり、あとはスピードアップができるんだ。なるほど。いや、スピードアップはわかるんですけども、このフックって何に使うんだろう。ちょっとね、後で見てみましょうか。そしたら、よいしょ。船に乗って、その新しいところへ行ってみましょう。うん、で、ボードにフックをつけ取り付けてみた。きっと役に立つはずだ。ナポポは気に入ったみたい。深海でも使えるぞ。何か役に立つことがあるかもな。ということで、今こっちを、ボートのエンジンアップグレードだぞ。ターボスピードで加速できるようになったぞ。すごーい。気をつけてな。なるほど。ターボ。あ、速くなるんだ。で、ここにおそらくね、入ることができると思うんですけど、とりあえず今回はね、ストーリーの方を進めてみましょうか。でね、ここかな？今回は、禁じられた島っていうところが、ストーリーのね、舞台となっております。おう、コア、ついに来たな。エコ、なんかすごい、チャラそうな海賊だ。どうだ？楽しんでるかい？エコ、会いたかったんだから。どうしてカリスを襲ったの？ただのジョークさ。いやいやいや、ジョークで済まされないだろう。人はな、そんなに物を溜め込んじゃいけないんだよ。離れては戻り、また離れていく。そういうことなんだぜ。そんなことはない。まあ俺様たち、海賊の世界ではそうなんだけどな。持ち主はしょっちゅう変わるもんだ。でも、なあ、もっと周りを見ろよ。禁じられた島へようこそ。ここは、マーラの中で最もデンジャラスで、最もハッピーな場所さ。さて、すでに試練に挑む準備ができているかい？もちろん。自信満々だな。気に入った。けどな、俺様のニカシオ2を目の前にしたらその自信は消え失せるだろうよ。ニカシオ？俺様の船のことさ。最後に会えるのを楽しみにしているぜ。頑張れよ、小さな海賊ども。なんか、この初めに海賊が出てきたのは今回初めてですね。それではね、やっていこうと思うんですけども、今回から、ですね、アイテムの全回収を目指して、ちょっとね、やっていこうと思います。なのでね、少し、時間制限の方は特に気にせず遊んでいこうかなと思います。よいしょ。よいしょ。で、まあ、基本的にね、一つのステージに、
3つアイテムが、置いてあるんですよね。よいしょ。あ、間違えた。よいしょ。それを全部見つけながら進んでいくと、このね、コアの、あ、これジャンプ台？あ、やっぱりそうだ。衣装なんかもね、アンロックできたりするので、その方がね、ちょっと、優先的にやっていった方がいいかなって思うんですよね。これ面白い。左の方にいると、左側に転がっていくんだ。へぇ、なるほどね。今のところまだアイテムは1個もないけど、これ落ちそうだ、落ちそうだ。これ落ちないでいくと、アイテム手に入ったりするの？いや、ダメか。アイテムがないな。こっちの方かな？よいしょ。もう船の上とかにもなんかありそうなんですけどね。特にないですね。よいしょ。これは、タイミングよくジャンプすれば、アイテムが手に入るっていうわけじゃないのか。よいしょ。高く飛べるわけじゃないですね。よいしょ。で、こっちでもないのかな。この先は何もなさそうですね。よいしょ。あ、あの奥にアイテムがあるけど、この大砲の上乗れるってことかな。あ、乗れた乗れた。よいしょ。そして、多分ね、一個取り逃してますね、これは。今までの感じでいくと、このアイテム、右上にね、3つの丸があるんですけども、よいしょ。そのアイテムが、左から順番にね、見つかっていたんですよね。なので、今回もおそらく、よいしょ。これよりも前のところに、一番ね、その3つの丸の一番左のアイテムが、どっかにあったんじゃないかな。あ、この中かな。いや、ないな。あれ？なんかいきなり見つからないぞ。あ、この上？あったー。ありました。よかった、見つかった。よいしょ。これはすごい難しい、分かりづらかったな。よいしょ。よし、それじゃあ行こう。よいしょ。いたたたたた、ぶつかっちゃった。よいしょ。まあ、前回までのまたね、罠とは違うギミックがいろいろあるわけですね、今回は。よいしょ。ステージによって、全然そのギミックとか罠とかの特色が違うんですね、このゲームね。全然使い回しはしないっていうことか。この上なんかあったかな、今。よいしょよいしょ。これは樽の上の方にいれば、攻撃は当たらなかったですね。この上とか、この中とか、この中はいけないのか。これ爆破する。時間経過で爆発するやつだ。なるほど。ドカーン。え？爆発、あ、結構爆発前時間かかるな。で、最後のアイテムは、どこにある？あ、待って待って。この樽、爆発できる。爆破できるぞ。よいしょ。急げ急げー。爆発するぞー。気をつけろー。よいしょ。オッケー。やったー。よし、アイテム全回収できましたね。それでは、ゴール目指して進んでいこう。よいしょ。これこっちかな？よいしょー。ふー。オッケー、ゴール。海賊たちの船着き場でしたね。で、次の、お、あ、こうやってね、新しい商品がアンロックされていくんですよね、着せ替え用の。それでは次のステージ、全速前進。
やっていきましょう。行こう。あ、これもまたどんどん走っていくタイプか。あいったー、折っちゃったー。はい、気を取り直してやっていきましょう。待って、これ一度走、あ、またやっちゃったよ。はい、気を取り直してやっていきましょう。これ一度ダッシュしちゃうと止まらないのか、もしかして。よいしょ、届け。うん、よいしょ。あ、これ上だった。待って。ちょっとやり直した方がいいかな？ちょっともう一回だけこのステージはね、やった方がいいかもしれないですね。よいしょ。あ、右にあったじゃん？これ一個もアイテム回収できないパターンかな？よいしょ。おっと、今度は。カメラが変わったぞ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。このスピードに慣れるのに結構大変だ。ボイーン。よいしょ、よいしょ。ヒューン。あ、またこっち方向か。チェックポイント。ようやくこれで半分ってこと？よいしょ、よいしょ。で、3つ目のアイテムはどこにあるかな？ポイーン、左だ。あったあった。よし、見つけたぞ。また横になった。危ない。あ、曲がる曲がる。曲がんないと折っちゃう。よいしょよいしょ。ある程度ね、これ勝手に曲がってくれるんですけれども、このカメラワークに従ってね。よし、ゴール。ちょっと今回はね、思わずノンストップで行くようなステージだったので。あ、でも金メダルじゃなかったのか。それではね、ちょっともう一回だけやっていこうと思います。ちょっとね、先ほど取り逃したアイテム、2つかなを、入手を目指してね、やっていこうと思うんですけれども。よいしょ、こことあともう一個ですね。よいしょ、どこだっけ？もうちょっと、あ、あそこだ。見えたぞ。これ右側ですね。よし、OK。で、あとは、できれば、金メダルも目指したいんですけど、まあ、さっきね、普通に、ダッシュずっとしていたのに、結構ね、1分50秒以上かかってたのかな？10秒以上ね、縮めなきゃいけないんですけど、普通になんか難しいような気がするな。なんかショートカットとかあるんですかね、このステージね。じゃないと、あ、引っかかっちゃった。よいしょ。じゃないとね、難しいと思うんですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。おっと、落ちる落ちる落ちる。危ない。あとだって10、あと10秒か。これ間に合う？ぽよんぽよん。もうちょい。あ、ギリギリ OK。 よし、アイテム回収と金メダル両方できましたね。ギリギリ。よし、どんどん新商品がアンロックされていくぞ。で、続きまして、ジグザグキャノンですね。やっていきましょう。で、これは、どんどん進んでいけばいいのかな？またね、爆弾があります。あ、全部爆発しちゃった。この上のやつは爆発できないのか。ここか。待って待って。
また爆弾持ってった方が良さそうですね。よいしょ、よし、間に合うか、急げ急げ、行って、え、これ結構無理、あ、いたいたいた、間違えちゃった、よいしょ。物によって爆発する時間違う？これ間に合わないっぽいな。なんか別のところにも、あ、あった、ここにあったのか、よいしょ、よし、オッケーオッケー。で、進む道は向こうでいいのかな。こっちには何もなさそうですね。よいしょ、なんかまたアイテムを取り逃してるような気がしないこともないけど、よいしょ、あ、これも落ちる床なのか、よいしょよいしょ。でも何もないな、そろそろ何かありそうなんですけどね。この裏とかは、あ、何もない、そうかそうか、あとはね、あれ全然アイテムがないぞ。これはここになんかあるけど、あ、この中になんか隠れてんじゃないのこれ。あ、待って待って、この爆弾あったじゃん、よいしょ、ふう、あ、やった、よし、1個目のアイテムゲットしましたね。よいしょ、これ目が回るな、よいしょ、いったー、やってしまった。あ、ここからか。よいしょ。あ、いててててて。結構この大砲の出てくるタイミングが結構秀逸というか。よいしょ。難しいな。よいしょ。結構ダメージ食らっちゃうな、今回。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。結構ね、こう、前後感覚が分かりづらい時とかっていうのがあるんですよね。まあ、3D あるあるだとは思うんですけどね。で、これは、ここに使え、あ、外れた？当たる？あ、いてー。普通にぶつかっちゃったな。大丈夫かな、これ爆弾持ってった方がいいか、もう途中で爆発したら死んじゃうので、よいしょ、やめておこう。よいしょ、待って待って、今左の方に何かあったかな、よいしょ、あ、チェックポイント、ちょっと待って、左の方ちょっと何かある、何もないか、ただの岩があっただけですね。よいしょ、いた、ここでも食べられるんだ、このワニさんにね。で、ここの右は何もないか。よいしょ。爆弾必要ね。よいしょ。よし、オッケー。まあ、爆弾の扱いはね、もうね、バトルロイヤルゲームの方で慣れて、ああ慣れているって言ったそばから失敗してますけど。よいしょ。あ、待って待って待って。バカする。危ねえ。よいしょ。で、あとはあそこか。いった。またやっちゃった。危ない危ない。よいしょ。よいしょ。よし。OK。嘘だろ？はい、結構ボロボロなんですけど、3つ目のね、アイテムの場所が分かりましたね。よいしょ。これね、体力のゲージも今3つしかないんですけど、これもなんか増やしたりとかできるのかな、もしかしてね。よし、まあ、なんとかゴール。
それでは次が、ラストのね、また海賊とのバトルですね。やっていきましょう。海賊の王冠、どういう、あ、なんか本当のボス戦っぽい。今までもまあボス戦はボス戦でしたけど、今回はレースタイプのステージじゃないのかな。っていうことは爆弾を当てたりするのかな、もしかして。ナーコはこの試練はどう思う。このすべてが俺様の優れた頭脳によって編み出されたものなんだぜ。なんかすごいね、ナルシストな船長ですね、海賊たちですね、これ。ね、この試練って毎年やっているの。いや、ぶっちゃけ気が向いた時だけだけどな。つまらん時とか、新しい海賊を迎え入れる時とか。まあ、今回はどっちもだけどな。新しい海賊って誰？もちろん、コアのことだぜ。あとそこの虫もな、そいつはお前のペットになるんだ。私、海賊になんてなりたくない。あと、ナポポは私のペットじゃなくて、お友達だから。私はただ、カリスが元通りになってほしいの。そうなるさ。すべての試練が終わったらな。すべての努力はお宝につながる。海賊の掟にもそう書いてある。ねえ、試練はあといくつあるの？は、この試練はまだ終わっていないのに、次の試練のことを考えているのか？ご立派だな。掟通りのいい海賊のようだ。エコがそう言うなら、とにかくだ。もう話は十分だろう。本題に入ろうか。俺様の地図が欲しいんだろう。だったら大砲に気をつけるんだぜ。ということで、大砲に気をつけながら、あ、この爆弾をよいしょ、当てる。 OK、 なるほど、理解した。待って待って待って、あ、これ間に合わないかな。よいしょ、よし、当たった当たった、来たー、よいしょ。お、なあ、爆弾は怖くないだろう。お、なんだなんだ、クラーケンみたいな足が出てきたぞ。まあ、海といったらクラーケンですよね。よいしょ。お、この足、足邪魔だな。足に当ててもダメなんだ。よいしょ、くらえ。よし、あとちょっとかな。くらえ。それさ、小魚のようにぴょんぴょん跳ねてみろ。おっと、危ない危ない。待って待って、このマップにももしかして何かアイテムがある。これ倒せば手に入るかな。右のね、上に丸がついてるので、何かしらアイテムが手に入るみたいなんですよね。これ間に合うか。間に合うけど、この足が邪魔だ。これは間に合わないか。痛い、当たっちゃった。あ、待って、アイテムなんか手に入れた。え、今いつこうやって手に入れた。よいしょ。あ、やばやばい、当たる、当たんない。よし、セーフ、ギリギリ避けれた。よいしょ、あと一発で倒せるかな。よし、今回はノーコンでいけるかもしれない。よいしょー。お、来たー、爆弾来たー。よし、オッケー、やったぜー。あ、これ結構1分35秒か、結構きついな。金メダルね、とてもよかったぜ、おちびちゃん。俺様は間違っていなかった。お前は偉大な海賊になる。そう？もちろんだ。ただ、最後の試練であるグラントルームの隠れ家への潜入するにはまだ早い。グラントルームって名前はよく聞くけど、私は彼が誰なのか知らないよ。なんだって？グラントルームは大海賊の中の大海賊、大海原の恐怖、最も獰猛で勇敢な海賊なんだぜ。そして、彼は我らがキャプテンだ。起きてでは海賊は最も強き者に統率されるんだ。ねえ、その起きてを見せてよ。ダメだ、
どうして？それは俺様がその場で思いついた内容だからさ。さて、もうそろそろ行かないとな。残りの試練での活躍を楽しみにしているぜ。頑張れよ。いや、軽いな。本当に。よし、これで新しい地図を手に入れましたね。あ、海賊レースに新ステージが追加された。はい、海賊レースなんですけども、このね、マヨちゃんに話しかけることで、受けることができます。なーに？マヨを勝たせてくれるの？で、今回というか今までも、クリアしておりまして、今回のね、禁じられた島の、海賊レースになりますね。やってみましょう。一発でクリアできるかな？で、この、海賊レースがね、この4人で、いきなり落ちちゃった。競うんですけれども、まあ、マヨちゃんがね、当然、早いので、そのマヨに、負けないように、どんどん、走っていかなくてはいけないんですよね。よいしょ、危なかったな、今。よいしょ。よいしょ。こっちでいいのかな？進む道。よいしょ。まあ、今のところ余裕そうだけど、よいしょよいしょ。まあ、余裕があったら、よいしょ。危ない。ちょっとね、ゆっくり進んで、ダメージを食らわないようにとかしていった方がいいかもしれないですね。まあ、これ直線とかではね、もうダッシュジャンプとかを重ねていって、距離を離しつつね、危ない危ない。よいしょ。ふっ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。OK、ゴール。やったー、ダントツ1位ですね。他の人はまだ全然来ないけど？マヨがわざと負けてあげたんだからね。商品はこれ。マヨが見つけた地図のかけらだよ。あ、灯台のサイミに見せるの忘れないでね。やったー。こうやってね、この海賊レース、勝っていくと、新しい地図のかけらが手に入るんですよね。で、普段の、そのストーリーで手に入るのとは、違くて、アンロックされるところがね、ほんのわずかというか、サブクエストみたいな位置づけの、島がね、解放されるような形なんですよね。それではね、まあ、灯台の最後の方に、今のかけら2つをね、見せていきましょう。こんにちは、コア。待っていたよ。また地図のかけらを手に入れたのかい？どれどれ？これで、お、右側がかなり開けたぞ。マーラ寺院。私の計算が正しければ、この地図はマーラ寺院の位置を示しているね。なんて罰当たりなんだい。罰当たり？サイミ、そんなに怒らないで。ふーん。実はね、結構楽しんでいるんだよ。海賊になるのも楽しいね。え？さっき絶対ならないって言ってたような気がするんだけど。まあ。それにしても、祖先の霊ってのをバカにするもんじゃないよ。ねえな、ポポ。そうだね。その寺院には強力な精霊が宿っているのさ。彼らは私の友人だよ。え？幽霊もお友達なの？彼らのことが見えるのかい？うん。興味深いね。あ、そういえば、邸宅にいるアキラからもらった本があったね。ただ見えるだけでなく、霊と交信できるのは幸運な人たちだけだと書いてあった。サイミは見えるの？いや、私は霊感はないのじゃ。そうなの？おかしいね。お話しできる相手を選ぶとしたら、私ならサイミを選ぶの。ありがとうね。とにかく、気をつけて行ってくるんだよ。うん。また来るね、サイミ。おや、まだあるのかい？貸してごらん。どれどれ。地図のかけらだね。早速、隙間に入れてみようじゃないか。これが、さっきの海賊レースで手に入れた、地図のかけらですね。これで終わりだよ。
サイミありがとう、うん、コアたちにマーラの風が優しくあらんこと。はい、ということでね、マーラ寺院と、まあね、あの今の小さなかけらのところがアンロックされたんですけども、今回はね、ここまでにして、また次回続きの方をやっていこうと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。さようなら。